テル君どうするんですか？佐藤は僕はね、はい、使うんだったら8番で使い続けるべきだと。おお、2軍よりも。何かというと8番っていうのは後ろがピッチャーでしょ。はい、もっと相手のバッテリーっていうのは佐藤の一発が怖がればそんな甘いストライク投げてきませんよね。うんうんうん、もっと8番バッターとしてのボールの見極めを覚えると思うんで、ね。ああ、なるほどなるほどなるほど。はい、これは佐藤のやっぱり来年再来年近い将来を考えた時にボールの見極めってのがすごく課題になってくると思うの。これも首脳陣の方が8番バッターに何するかという意味をちゃんと佐藤に説明をして、うん、はい、お前に一番今足りないボールの見極めというものを覚えさせるための8番なんだと、はい、でも積極性は失わないでくれという形の中で、はい、8番でね、はい、ほんと佐藤怖がってフォアボールで出るケースもあるわけでしょ。だから僕は使うんであれば8番で使い続けるか、うん、出さないんであれば2軍に落とすべきだと思います。おお、なんか掛布さん、それ丸にも言えません？ 8 番丸、それは言えるよね。そうですよね、はい、同じこと言える。だからこれね、あの調子が落ちるってことは、ええ、3つのポイントがあると思うんですよ。ほうほうほう。技術的な問題、はい、怪我を含めた体力的な問題、はい、あと精神的な問題ですよね。はあ、なるほど。これは僕ら外から見てるとわからないですよ。うん、中に入らないとわかりません。だから今の佐藤だとか丸がどういう状態なのかっていうのは監督首脳陣は分かってると思いますので、はいはい、その中で一番最善の策っていうのは僕は佐藤にとっては8番か2軍だと思うんです。うん、ね、うんうんうん、8番面白い。に対しても1回ちょっとまだその10日っていうと、まあ、6ゲーム7ゲーム、まあ、ぐらいの試乗期間をしまうかもしれないけども、はい、それぐらい思い切ったことを原監督だったらするかもしれないよね。ベンチにいると迷いにつながるでしょ。そうなんですよね、使いたくなりますしね、はい、だからそのベンチにいると迷いにつながるってことはさ、普段代打で出てる選手たちと、うん、まあ、佐藤だとか仮に大山がベンチにいれば、はい、佐藤大山のカードをいつ切らなきゃいけないってかっていうことで迷いになりますから、はいはいはい、であれば僕は出さないんであれば2軍に落とす、うん、一軍にいるんであれば使うという、これがベストだと思うんですよね。はあ、佐藤君が代打タイプにも感じないですしね、なんか代打だったらもう三振の数が増えるだけだと思う。そうです。